今回はお風呂の排水口の掃除をやっていきます。ではまずはじめに掃除に使用するグッズをご紹介します。ゴム手袋です。使い捨ての歯ブラシです。使いやすくするために首をくの字に曲げております。お掃除用のマグカップです。マイクロファイバークロスです。そして今回の注目グッズはこちら、ドメストです。トイレ用の塩素系の洗浄剤なんですけれども、塩素系ですから黒ずみ汚れや黒カビ、ぬめり汚れを落としながら除菌と消臭までできますので、まさに夏場の排水口掃除にぴったりな洗剤なのかなというふうに思います。はい、続きまして汚れ具合をお見せします。はい、蓋から見ていきます。蓋はこの横側ですよね。相変わらず黒カビが入っていますけれども、はい、そして、はい、ヘアキャッチャーを見ていきます。毛があったり、あと黒カビがポツポツありますね。で、全体的にヌルヌル石鹸カスがついてますし、ぬめり汚れもついてますね。はい、筒です。ヌルヌル石鹸カス、ぬめり汚れがついてますし、裏側にはブヨブヨ石鹸カスが結構多めについております。このオーリングも外して洗っていきます。はい、そして便ですね。はい、ブヨブヨ石鹸カスがついております。中にもついてますね。水たまりはだいぶ澄んでますね。排水口の中の周りもそんなに汚れていないですね。いつもここにブヨブヨ石鹸カスがたっぷりついてるんですけれども、そして排水口周りですけれども、多少黒カビが目立ちますけれども、そこまでひどくないですね。はい、それではまずはじめに水洗いをしていきます。塩素系を使いますので、まず落とせる汚れはこうやって落としてしまった方が、その後のお掃除が楽ですよね。何が楽かと言いますと、塩素臭が少なくなりますね。あの嫌な塩素臭っていうのは汚れと反応して出てきますので、主に使う前にボトル開けて直接嗅いでもそんなに塩素臭はしないんですよね。使っているとだんだん匂いがきつくなるというのは、まさに汚れと反応している証拠なんですけれども、お風呂は換気をしてお掃除をすると言っても狭い空間ですから、匂いがこもりやすくて塩素臭がきつく出てしまうと作業がとても大変ですよね。ということで、先にこうやって汚れを落としてしまって少しでも楽にお掃除をすると。忘れてましたが、バスタブの線も水洗いしていきます。続きまして、蓋の横の黒カビを軽くブラシ洗いします。この後ドメストを塗るにあたってブラシ洗いをしてあげると落ちやすくなりますね。で、こういったこの周りも同じように洗いまして、排水口の中もざっと洗いまして、そうしましたらここでドメストを使っていきます。まずは中に入れましょうか。はい、適当に入れて、で混ぜます。で、横の穴にも送り込むように入れ込みまして、ちょっとお見せすることができませんが、バスタブの穴の中にも少し入れます。そして穴の届くところと穴の周りを今歯ブラシで軽く洗っています。そうしましたら、お掃除用のマグカップにドメストをちょっと入れまして、歯ブラシに取って、はい、周りに塗りつけていきます。多少水があっても大丈夫です。薄まっても全然消臭除菌洗浄効果高いので、このぐらいの汚れだったら大丈夫です。ただ黒カビはできれば濃い状態のものをつけた方がいいですね。蓋の横にも塗りつけていきます。この時注意が必要なのは、毛先で液はねして顔にかかったり肌についたりしないように優しくやっていきます。追加で入れます。ドメストもあまり多く入れてしまうと残った時に処分が大変ですので、少なく取って足りなくなったらまた少し追加で足していくというやり方をした方がいいですね。息が跳ねないように優しくブラシ洗いをしていきます。そうしましたら、表面と裏面、そしてこのゴムのところにも
本当はゴムに塩素系っていうのは良くないんですけども、たまに使うぐらいだったらいいのかなと。で、放置時間もそんなに長くしませんので、使っちゃってますね。はい。やっちゃっちゃに塗りつけて。放置時間をある程度取ると、黒ずみ汚れとか黒カビとか落ちていきますけれども、汚れが特に気になるところとか、軽くブラシ洗いを入れてあげると、仕上がりが綺麗ですね。ただ同じように注意が必要ですね。この液跳ねしないように。今回原液を塗りつけて歯ブラシでこう磨いたりしてますけれども、怖いようであれば薄めてバケツで結構長めにつけ置くというやり方もありますね。キッチンハイターとか医療用のハイターとかシャバシャバしている液だとそのようなやり方いいと思いますけれども、ドメストの場合はとろみがありますので、こうやって塗りつけるやり方も全然ありですよね。はい、便の中に塗りつけて、はい、オーリンも塗りつけて、はい、はい、一通り塗りつけました。あとは放置するだけなんですけれども、放置時間は一番汚れでひどいのは黒カビなんですよ。だから黒カビが落ちるまで放置すればいいということになりますけれども、どうでしょうか、だいぶ綺麗になりましたね。もうほぼ完璧に落ちているような感じがしますけれども、せっかくなので10分ぐらい放置します。はい、10分ほど経過しました。蓋の横側どうでしょうか。あ、もう完璧ですね。はい、綺麗になっております。なので水で流していきます。はい、シャワーをバスタブの方に持っていきまして、穴から流していきます。はい、綺麗になりましたので、これで排水口掃除は一通り終わりました。それでは掃除後の様子をお見せします。まずは排水口周りから、はい、綺麗になりました。そして穴の中、綺麗になってますね。はい、便です。筒です。ぬるぬる石鹸カスとぬめり汚れがついてまして、裏側にはブーブー石鹸カスがついていましたけれども、綺麗になっていますね。オーリンをつけて、はい、戻します。ヘアキャッチャーです。はい、綺麗になりました。はい、蓋です。横の黒カビももうすっきり真っ白になりました。はい。はい、そして線です。はい、綺麗になりました。はい、あとは線を戻して水気を拭き取って。はい、これで終わりです。ということで今回はドメストを使ってお風呂の排水口掃除をやってみましたが、いかがでしたでしょうか。ドメストはトイレ用の洗浄剤ですので、お風呂の排水口に使うのは用途外になってしまうため自己責任でやっていかないといけないんですけれども、排水口用の塩素系というとパイプユニッシュやパイプマン、パイプハイターなどありますけれども、全て塩素系で、しかもとろーっとした液体で、中身の成分も次亜塩素酸と水酸化ナトリウム、そして界面活性剤と増粘剤が入っているということで、ドメストなどのトイレ用の塩素系の洗浄剤と全くと言っていいほど中身が同じなんですよね。なので同じように使えるのかなというふうに思いまして、よく私はトイレ用の塩素系でお風呂の排水口を掃除したり逆もしたりしますね。例えばパイプユニッシュやパイプハイターをトイレ掃除に使うとか、そのように塩素系にはいろんな用途がありますけれども、特に夏場については用途に縛られずに
集約して少ない数で回していって早く使い切った方が効きのいいうちに使い切ることができますので、結果節約にもつながりますし、お掃除の仕上がり、汚れの落ち、除菌と消臭効果も高いところで使えるので、そっちの方が全然ありなのかなというふうに思ってやっております。そのあたりのお話についてこの間動画にしておりますので、気になる方はチェックしてみてください。概要欄にリンクを置いておきます。夏場の場合は生き物汚れが元気な時期ですので、少し掃除をおろそかにしているだけでも汚れがすぐにひどくなってきますよね。ということで私は生き物汚れに効果のある塩素系を使ってお風呂の排水口掃除をしたくなるんですけれども、当然デメリットもありまして、素材には優しくないですよね。先ほどゴム素材には良くないですよというお話をしましたが、プラスチックの素材とかにも負担は普通の中性洗剤とかと比べると当然大きいですので、頻度よく使っていくと経年劣化が早まって、お風呂の場合は10年20年と使っていくと思いますので、そう考えると痛みが出てきやすいのかなというふうに思ったりもしますけれども、ただ夏場についてはやっぱり匂いもすっきり、そして汚れもしっかり落としたいという気持ちが特に強いので、結構頻度よく塩素系を使うことが多いですね。もちろんパイプ用の塩素系を使って排水口掃除をすることもあります。この間パイプニッシュプロを使って排水口掃除をやった動画を撮りました。気になる方は概要欄に動画のリンクを置いておきますのでチェックしてみてください。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。